イエルク・デームスは、オーストリアのピアニスト。日本では、パウル・バ・ドゥラスコだとフリードリ・ヒグルダと共に、ウィーン・サンバ・ガラスと呼ばれる。ザンクトペルテン出身。11歳の時に、ウィーン・音楽アカデミーに入学。そこで、バルタケルシュバウマーの教えを受ける。同院では、ハンス・スワロフスキー、ヨーゼフ・クリップスから指揮を、ヨーゼフ・マルクスから作曲を学んでいる。1942年。 在学中に楽友協会で演奏しデビューするが、1945年に卒業した後もパリでイブナットに指示、その後ザルツブルク音楽院のマスタークラスでバルターギーゼキングに教えをこうなど研鑽を積む。ビルヘルム・ケンプ、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ、エット・ビン、フィッシャーの教えを受けたことでも知られる。1953年ウィーンで本格的な活動を開始し、 1956年のブゾーニ国際コンクールで優勝、世界的なピアニストとなる。カラヤンや小沢聖治などの指揮の下で演奏することを好んだが、ソロとしても、バッハ、モーツァルト、シューマンなど、ドイツ人作曲家の音楽を弾いて活躍した。また室内楽や歌手の伴奏者も務め、エリーザベト・シュバルツ・コップや、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ。 ヨーゼフスークラのパートナーとして知られた。ヨーロッパ、アメリカは、もちろん、オーストラリア、アジアへも、頻繁にツアーを行い、日本へも毎年来日している。2011年春、東日本大震災後に、多くの海外アーティストが、日本でのコンサートを中止、延期する中で、来日し、コンサートを行ったことでも話題になった。モダン楽器と小楽器の用法を演奏し、 同じく古楽器に関心のあるパウルバ・ドゥラスコだとしばしば共演した。ベートーベンのピアノ・ソナタの解釈についての協調も出している。2019年4月16日、死去。90歳没。父親は美術師屋のオットー・デイムス。母親はバイオリニストのルイーズ・デイムス。ピアニストのイエルク・デイムス氏死去時ジジッ .com2019 年4月18日。ありがとうございます。